はい、三井、今日はですね、本日は、今ならこうする、上場後の視点で振り返る実態調査スタートアップサミット2024セッションをお越しいただきましてありがとうございます。三井住友信託銀行の池村でございます。三井住友信託ではですね、実はスタートアップの実態調査をですね、毎年実施をさせていただいております。今回ですね、ちょっとその調査結果をもとにですね、百戦錬磨の、パネリストの皆様にご登壇いただきましてですね、あの時だったらこうするとか、あの時こうやったらよかったよねみたいなですね、お話をですね、ぜひお伺いできたらなというふうに思っております。まずですね、すみません、最初にですね、パネリストの皆様の自己紹介の前に今回ですね、ちょっとご来場いただいている皆様、少しどんな方々いらっしゃるかですね、ちょっとお話をお手を挙げいただけたらなと思うんですけれども、スタートアップの皆様いらっしゃいますでしょうか。お手を挙げていただいてもいいですか。なるほど、ありがとうございます。VC の皆様いらっしゃいますか。ありがとうございます。あと、事業会社の皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スタートアップの皆さんもたくさんいらっしゃると思いらっしゃるようですので、ぜひですね、ここで出たお話何らかお役に立てればなというふうに思っております。まずですね、パネリストの方々の自己紹介をさせていただきたいというふうに思っております。スライド、これを出さないといけない、ごめんなさい、スライドを出さないといけないですね。これどうすればいいかな。スライドがないアドリブでやりましょう。アドリブでいきましょうか。わ、はい、かりましたはい、スライドすいませんいきなりそれでしたらですね、じゃあパネリストの皆様、自己紹介の方をお願いいたします。じゃあまず永田さん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、これ聞こえてます、大丈夫ですか。はい、はじめまして、私永田と申します。ちょっと簡単に経歴だけ、申させていただきますと、私は今ミネルバグロースパートナーズという、ファンド、グロースのファンドをやってまして、ファンドサイズでいうと192億円というファンドサイズで、割と1件あたりを大きめに10から30億円ぐらいの投資金額を、IPO に近しいタイミングのスタートアップに投資をするということをやっております。で、その前はですね、メルカリの CFO を5年半ほど務めておりまして、その前は、ゴールドマンサックス、証券会社ですね、IPO とか M&A の仕事をしておりました。はい、そういう意味では、証券会社引き受けという観点とか投資家という観点、スタートアップの観点ということで、いろんな、観点で、話ができるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。グローバルを、すみません、拍手お願いします。グローバル企業とですね、グロース企業よくご存知の方なので、そこら辺の観点でぜひお話し頂戴できればと思っております。はい、それでは鈴木さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。株式会社アトライの鈴木と申します。私新卒で証券会社の投資銀行部門入りまして、13年間 IPO のアドバイザリーをやってました。なので本日はですね、IPO のアドバイザーとしていろんな IPO のケース見てますので、そういった観点でお話しさせていただきたいと思ってます。で、その後にですね、現在の東証プライム上場会社のアトライという会社で CFO として今6年目になります。で、実はメルカリのグローバル IPO ですね、長澤さんが CFO で、私が主幹事側のバンカーサイドでやってましたので、ちょっとCFO から見たらこういう事象で、で、主幹事から見たらこうみたいな話をもできればなと思います。本日よろしくお願いします。ありがとうございます。野崎さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。アイスペース野崎と申します。聞こえますでしょうか。よろしくお願いいたします。ですかね、私はですね、アイスペースという会社で今ご存知の方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、宇宙企業です。で、月に行く、月面着陸船というですね、宇宙機を今開発しています。で、2022年に打ち上げまして、2023年のですね、4月にこう着陸を月面に世界初でしようとしたんですけども、民間企業ですね、残念ながら最後失敗してしまったっていう、そういう企業です。で、私はもともとメールリンチ日本証券っていう、今はバンクオブアメリカっていう証券会社になりましたけども、そちらで12年間やはり証券業務をやりまして、アイスペースの CFO になったという経歴でございます。今日よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。寺田さん、お願いします。はい、デュアルブリッジキャピタルの寺田と申します。デュアルブリッジキャピタルという VC をやっておるんですけれども、この VC はミタスキャピタルというですね、ファンドグループの一つとして、運営をしています。で、ミタスキャピタルというのは完全自己資本で、プライベートエクイティファンドを経営していまして、今ファンドサイズとして1800億円ほどの、ファンドというのを、
外部から資金調達をせずに、自己資本で運営をしています。主な投資先にジェンダであったりとかバイセルテクノロジーズというすでに上場している会社があるんですけれども、まあ、上場後もですね、継続的に保有をしております。その中で昨年あのベンチャーキャピタルファンドとしてデュアルブリッジキャピタルというのを立ち上げまして、こちらはあの外部から資金をお預かりをして70億円くらいのファンドサイズでシードアーリー中心にですね投資をしています。私前職であのひらがなで次元という会社で CFO をやっておりまして、今その後ファンドの経営をしているという立場になります。今日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの今日ですね、未上場をよくご存知かつ上場後のこともよくご存知の方々にお集まりいただいてますので、まあ、上場後の姿から見たですねスタートアップについてもですねいろいろこうお話をお伺いできたらなというふうに思っております。それではあのすいません資料来ましたね。あの最初にですねあの最初のページ もできるかな、資料の方ですね、すみません、いくつかちょっとあるのでその1個手前のところのページでですねあの QR コードついております。あのお手元で少し小さいものもございますので、あの QR コード読んでいただけたら資料をお手元の端末で見れるようになっておりますので、ぜひあの QR コードを読んでいただけたらというふうに思っております。はい、あのそれではですねちょっと最初にあのスタートアップサーベイについてですね簡単にあのお話をさせていただきます。スタートアップサーベイなんですけれども、スタートアップの実態をですね把握する、まあ、国内最大級の調査という形になっております。VC さんとか CVC さん、あとあの金融機関、大学、行政等のですねご支援を得まして、今年は724社のスタートアップの企業の方々にですねご参加をいただいております。結構あのシードからですねレータまで幅広いステージのですね企業さんご参加されていますので、あの中のですねあの数字、未上場のスタートアップの経営情報、ここをですねまあ見える化するという形でですねあのサーベイの方をやっております。今回ですねこのサーベイの中からあの比較的やっぱりその反響があったものとかですねそういったものをベースにですねテーマの方を進めさせていただけたらというふうに思っております。それではですね最初のテーマでございます。最初のテーマはあの役員従業員の処遇ということです。こちらの方ですねあの簡単にちょっとサーベイの方ですねあの結果の方をお話しさせていただいて、ちょっとスタートをさせていただきたいというふうに思います。あのお手元にある方お手元の端末ご覧ください。あの実はですね一番反響が今回多かったところがですね役員報酬給与従業員の給与というところが非常に反響が多かったものでございます。この最初のページ、スタートアップ企業の役員報酬なんですけれども、 CEO の役員報酬ですね、これ図ご覧いただくと一番多かったのが実は400万円未満という方が一番多かったです。一方でですね次多かったのがですね2000万円以上ということで、役員の報酬 CEO ですね実は二極化をしております。あとですねあの CFO、CTO、COO なんですけれども、こちら皆さんですね平均としてはだいたい1000万円から1100万円強というのが役員報酬の水準となっております。CFO の方ですね若干まあの水準としては高いという結果になっております。あとですねあの今回ちょっと IBS 用にですねあのバリエーションごとのですね、水準というのも、こちらの方を用意させていただいております。一番左側ですね、5億円未満から500億円以上の役員の、バリエーションなんですけれども、これずらっと見ていただくと先ほどと同じようにですね CEO の方やはりあの、上と下の幅がですね非常に多く二極化という形になっています。一方でこれ5億円未満のですねバリエーションをご覧いただくと CFO の方800万円超ということで、まあ、CFO の方やっぱりですね少し大きくなっております。まあ、これあの設置するタイミングとかもあると思いますので、まあここ必ずしもあのそもそもが多いというわけじゃないんですけれども、まあこういった結果が出ております。あと最後あのすみません1枚、従業員の給与水準です。これ左の方をご覧いただきますとですね、従業員の給与水準、スタートアップの皆さんですね、上場企業の平均が620万円に対して、スタートアップの皆さんの平均がですね523万円という形になっています。若干上場企業よりもまあ少ないという水準になっています。まあ、一方でですねこれ右ご覧いただきますと、バリエーションが50億円以上を超えてくると、これあの上場企業の水準よりも高い給与水準という形になっております。結構ですねやっぱりバリエーション高いところですね、あの上場企業と同じような水準になってきているという形になっております。今回ですねこの結果のところでやはり処遇のところとか、給与水準、報酬のところ、お金に関するところ非常にあのですね、回答の方も含めてですね反響の方をいただきました。かなりあのスタートアップの皆さん悩んでいるところかなというふうに思ってるんですけれども、
今回ちょっとここら辺のですね、水準、水準はなかなか難しいと思うんですが、ここら辺のですね、中身を含まえまして、役員従業員の、処遇についてですね、ちょっといろいろお話をお伺いできたらなというふうに思っております。あの時こういうふうにすればよかった、あと気をつけているところ、こういったものがですね、ぜひお話をお伺いできればと思っております。まずそれしたら長澤さん、はい、なかなかあれですよね、100人ぐらいのところから1000億人、1000万人、1000人超えるぐらいのですね、従業員かなり変わった時、メルカリの時なんかもいろいろやられたと思うんですけれども、ここら辺の処遇のところでですね、結構こう議論になったりとか、こうすればよかったので、ぜひあったらお話をお伺いできたらと思います。はい、そうですね、ありがとうございます。まず、さっき その最初の冒頭の C 職の方々の報酬っていうところを見た時に、いろいろこう差が出て、例えば CFO の人が高いみたいなのが出てる話もありましたが、さっき木村さんおっしゃったように最初の頃 CFO って置かない会社って結構多いとは思っているというのと、割と少しこのフェーズがこう上がってきてから CFO を置く場合には、まずその株、ストックオプションと株の持ち分が少ない中で割と現金に報酬を寄せて、プロフェッショナル職の CFO を取るパターンが多いので、ああいう傾向が出るのかなとは思っているので、一つやっぱり C 職の方はやっぱりこう株のストックオプションとかと現金報酬の組み合わせで、いわゆるこうパッケージを見ていかないとなかなか本来のこうあるべき報酬の姿って見えてこないのかなというふうには思ってはいます。なので、特にこうアーリーのところではやっぱりこの現金報酬というよりは、株を持ってもらって企業価値のこう成長を共に歩んでもらうような C 職の方をこう採用してやっていくっていうのは、いわゆる王道なのかなというふうに思っているので、そこがいいの、そういうやり方っていうのは一番ワークすると思ってますし、フェーズが上がってくるに従って当然現金報酬の割合っていうのは増えていくと思ってますし、よりこうなんか人事制度とか評価体系とかが洗練はされていくので、そういう現金報酬の仕組みなんかももうちょっとシステマティックにできる部分があると思うんですけど、やっぱり僕のその経験でいうとやっぱり人数が少ない時っていうのはあんまりこう人事報酬体系とかを複雑化させないっていうのは結構大事だなと思ってるので、シンプルに株式価値をどう上げていくかってことにアラインした報酬設計制度を特に C 職の方は持っていただくってことにフォーカスするのが一番いいのかなというふうには思ってます。ありがとうございます。これあれですよね、例えば、ストックオプションと現金の部分というのは必ずセットになると思うんですけど、比率そのものというよりはどういうふうな形で、現金どういう形の割合を例えばストックオプションとかですね、ここら辺のこう分け方とか配分の仕方、ここで気をつけることというのはありますでしょうか。そうですね、やっぱりこの C 職の方々とか経営陣の方々っていうのはこう単年度のこう評価の良し悪しとかで、報酬水準がこう大きくぶれるような形っていうのは望ましくないと思ってるし、やっぱスタートアップの時間軸で見るとやっぱ3年後5年後にどう企業価値を上げていくかっていうところに、目線をどうしても置いてもらいたいっていうところがあると思うので、株もしストックオプションを出すにしても例えばいわゆるこうベスティングみたいな形で長い目線で経営を引っ張っていくような期間で行使のできるストックオプションがどんどん重ねていけるような形の方が例えばいいのかなと思っているので、経営者の方々からするととにかく株式価値を上げるというところにインタレストをアラインしてもらうようなパッケージであること、でそれがかつ単年度の業績云々じゃなくてもう少しこうロングタームに、それがインセンティブが効いているような形が、理想的なんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。鈴木さんは IPO でかなりいろんなこう会社さん見てこられたとは思うんですけれども、ここでその例えばその報酬の決め方とかですね、あと処遇の決め方、ここら辺でですねその気になったところ、こうすればこうしてうまくやってたよねみたいな企業さんがあったりしたらですね、ぜひちょっとその辺のお話をお伺いできたらと思います。そうですね、やっぱり会社のステージによっていろんな決め方ってあると思うんですけど、一つこのデータを元に決めるっていうのもあれば、アトライという会社は HR テックの会社なので、やっぱりその労働市場におけるマーケットバリューとあるスタートアップの中での貢献度ってこれ相関しそうでしない部分もあったりすると思うので、そういったその個社におけるその代替可能性とかバリューっていうのを反映して報酬設計をしている会社っていうのはやっぱりうまくいってるケースだとか、採用自体もですね、でさらに長澤さんおっしゃったように、そこもなんか金銭報酬だけじゃなくてエクイティを絡めることによって、中長期的なその企業価値を高めるというところに対するその方向感を一致させるというですね、そういったこともあるかと思います。で、
上場後からするとですね、このエクイティインセンティブって非常に有効活用した方がいいなと思うシーンっていろいろあってですね、というのはやっぱり上場した後もやっぱスタートアップフェーズの会社って業績のボラティリティがやっぱり一定あってですね、私もまあ、6年目なんですけど、まあ、CFO として社員の給与を上げてあげたいなと思う思いはある一方で、業績が伴わなければ上げられないと。でその時にですね、未上場時点でストックオプションがあるメンバーって一定のエコノミクスあるんで、まあ、そこでまあ、なんとかしのいでもらうみたいなですね、まあ、そういう部分もあるなと思うのと、実は上場前段階でストックオプションをうまく設計すればですね、会計上の費用計上ゼロということができる一方で、上場後はですね、これ費用計上するんですね。なのでこの辺のところも未上場だからこそできるインセンティブプランの設計っていうのは有効活用した方がいいと思います。ただ一方でですね、S を出しすぎちゃうとかですね、で上場後に行使してすぐ辞めちゃうとか、そういう設計っていうのは本末転倒だと思うので、その辺はうまく設計する必要があるかなと思います。ありがとうございます。これ例えば横で他社さんのその例えば水準を比較したりとかですね、見たりとか気にしたりとか情報を得たりみたいなので、こう決めに行くことってあるんですね。今回も結構サーベイの結果見ながら取締役会でこう役員報酬みたいな時に使っていただいたりするっていう話をいくつか聞いたんですけれども、他社さんの水準とか情報を取ったりされたりっていうのはすることはありますか？ですね、してます。でただやっぱり他社さんの情報ってもちろん表に出てこないので、まあ、ただ実際採用してる中で、まあ、取り合いになるんですよね。で我々非常に気をつけているのは、ある一定の時期から従業員が100名ぐらいになった頃からですけど、やっぱりマーケットサーベイは取るようにしましたですね。で一定程度お金払わなくちゃいけないんですけど、マーケットサーベイ取って自分たちの給与水準が、まあ、同業と同じような業界の中でどれぐらいあるのかっていうのは常に把握するようにしましたですね。なんか私 その皆さんのご意見も聞きたいんですけど、感覚的にはあんまりアーリーフェーズの時にこう条件でいい人材だった時に条件で他社より多く出して、要は金銭的なところで人を取るっていうのをやりすぎると、逆にそれってまた違うオファーがもっと高いわけだからすぐにこうフリップどん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 移っていっちゃうので、まあよくもう社会人説法ですけど、やっぱ会社のこうミッションとかバイルに共感するとやっぱりきちんと取っていかないと、結構組織の痛みが早いというか、金銭報酬パッケージとかストックオプションだけでこう組織を作っちゃうと割とこう崩れるのも早いっていうのはやっぱりあると思うんで、多分まあ皆さんのご経験からもそうなのかなっていう、はい、いかがですか？いやもうそこはもう私は共感しますね。アトライ自体もですね、その報酬は一つのそのまあ選択肢のうちの一つというかですね、なので条件面で選択するような方っていうのは上場前もそうですし上場後でも取ってないですね。やっぱりビジョンミッションへの共感というところがない限り、やっぱりエコノミクスでやっぱりその入ってもらうっていうのはやっぱ限界があると思うので、そこは大賛成ですね。それはあれですかね、結構ステージ、まあ、例えばその上場するレーターから上場した後、まあ、今 の, そのアトライさんとかもそうですけど、そこら辺はあまり変わらないですか？会社のポリシーによると思うんですけど、アトライ自体は創業以来から変わらないですね、その考え方。やっぱり組織の痛みってとんでもない痛みというかダメージを負うっていうのはありますし、回復させるのにとんでもない時間がかかると思うので、その辺は我々は重要視してます。ありがとうございます。あとそうですね、寺さんもしすいません、ちょっと今います。はい、先ほどのスタートアップのサーベイを見て結構衝撃を受けまして、ガバナンスが大丈夫かなと強く思いました。給料高すぎると思いました。上場企業 の平均給料が600何十万って出てたと思うんですけど、上場企業の平均営業利益って多分数十億円だと思います。でスタートアップの平均営業損益って、まあ、平均取ると多分当然赤字の会社でこの給料払ってて、本当にこれってエコノミクスが合ってるのかっていうと、多分ほとんどのスタートアップで合ってないのに給料払っちゃってるっていうのがあると思ってます。でやっぱり上場してるグロース企業の中で利益率が高い会社って、まあ、ビジョナルしかり、あと私が前いた次元っていう会社もそうなんですけれども、まあ、すごく言葉を選ばずに言うと安易に高い給料で人を取ってこないっていうのがあって、そうしないためにすごく努力をして、まあ、ビジョンでの共感だったりとか、やっぱり給料以外のところでの魅力付けっていうところを、まあ、やった方がいいっていうのはみんな分かってると思うんですけど、どこまでコミットして経営陣がやりきるかっていうので
本当に営業利益率って 10% 20% 平気で違ってくると思うんですけど、だからやっぱりこの上場企業並みの給料を払って、まあ、いい人を取るって ある種別に誰でもできるコーポレートアクションだと思うので、いかにそうせずに自分たちの、まあ、利益を1円でもしっかりと上げていくのか、これって結局、まあ、それで別に株主を儲けさせるべきって言いたいわけじゃなくて、バッターボックスに立てる回数が増えると思うんですよね。当然あのコストが低い方がいろんなチャレンジができるし、赤字の場合はランウェイも伸びる。で、給料って1回上げたら絶対に下げられない、まあ、個別では当然あの低い評価とかをすることによって、従業員の給料を下げるということはできますけれども、組織全体の給与水準っていうのは1回上がったらまあ基本的には下がらないので、毎回の採用とか昇給っていうのがどれだけ不可逆な意思決定かっていうのを多分もっと本当にスタートアップ側として認識しないといけないと思いますし、多分それを取り巻くエコシステムである VC とかっていうのも、まあ、しっかりガバナンスのところ入っていくべきじゃないかなと思っていて、これすごい自分的には衝撃的なサーベイでした。ありがとうございます、まあ、お金じゃなくてミッション、ビジョン、バリューでちゃんと魅力ある企業、会社じゃないとダメだということですね。本当はまあそのスタートアップって上場企業、まあ、となんか一律で比べるのはどうかと思いますけれども、まさに先ほど出てたストックインセンティブの話で、アップサイドは絶対にスタートアップの方が大きい設計はしうるはずだし、小さいチームなのでビジョンへの共感っていうのも、まあ、組織に対してさせやすいはずで、アドバンテージがせっかくあるのに、まあ、それを活用せずにっていうのは、まあ、多分一生儲かんない収益構造の会社っていうのがどんどん今生まれてるんだろうなっていうのをすごい危機感を持ちます。ありがとうございます。あのそういった意味ではあの夢がすごくあるロマンを追う CFO の野崎さんからちょっとあの、まあ、逆にあのあれですよね、あのハードテックディープテックだと少しまたあの、まあ、例えばその従業員の方の年齢構成とか違う部分もあると思いますので、若干、まあ、あの 他の会社さんとも違う部分もあるだと思うんですけれども、あのそこら辺いかがでしょうか。ハードテックならではの部分とかディープテックならではの部分。そうですね、あの 今ご意見伺いながら耳が痛いなと思いながらすごいあの思ったんですけども、あのただあのおっしゃるポイントはまずあると思ってまして、あの私が例えば参加した時ですね、あの入社した時ってまず従業員が20名の段階だったんですよね。で20名で管理系がまだ私が第1号の人材 でまさにそういう状態の時っていうのは本当に20名から40名ぐらいまでものすごい、まあ、ビジョンを共感感しながらやっていくっていう段階でやっていて、給与もものすごい抑えましたし、当然昇給なんか一切起きない。でそこから私8年間ずっと給与の毎月の支払い額って当然まあ毎月見てるわけですけど、まあ、どんどん上がってくるわけですね。で今はもう上がってくるタイミングが2つありまして、1つはやっぱりあの上場を意識しだして、まあ、N マイナス2ぐらいで管理系の人材をやっぱりもう完全に増やさなくちゃいけないときで、あのまあやっぱり自分だけじゃなくて優秀な、じゃあどんどん事業が複雑化していってグローバルになっていって、あの連結会計難しいものが出てくる、あの契約書もものすごいグローバルな難しいものを扱わなくちゃいけなくなってくる、そういう時にどんどん人がもう必要になってきたっていう時が一つ目線でしたし、もう一つは今あのさっきのサーベイの中でやっぱり興味があるのは年齢なんですよね。で、まあ、もちろん年齢でなんか本当はあの年齢を理由に下がっちゃ本当はいけないんですけど、あの当社の場合実は平均年齢が40ぐらいなんです。であのエンジニアで宇宙開発やる場合に残念ながら新卒の人は難しくて、あの一定企業でベテラン言われている30代後半から40代半ばぐらいの人を取るわけですね。そうすると皆さんリアルに生活がやっぱりものすごいあってですね、例えばお子さんの受験があるだとか、あのそういう方々をそれでも集めなくちゃいけない、しかも100人規模で集めなくちゃいけないときに、あの結構そのビジョンだけでやっぱり難しくなっていったっていうのはちょっとリアルに あったチャレンジだったんですよね。そこはまあ難しいところあったなと思いましたね。まさにあの鈴木さんがおっしゃってた代替可能性みたいなところかなと思ってまして、やっぱりまあその iSpace さんがやられているような領域で人材集めようとして、まあ、多分他にその給与水準を落としてまで入ってくれる人がいるかというとあんまりいない中で、もうそれが事業の前提、組織の前提になっていると思いますし、あとは別にスタートアップだからもちろん給料低くあるべきってわけじゃなくて、収益性が高ければ高い給料払っていいわけなので、まあ MA 総研さんとかってまあすごく高い給料払ってるわけですけれども、まあ、そこと あの代替可能性とビジネスモデルによって本来は決まってくるべきものなのかなと思います。すいません、まだ大赤字なんですけども、あのちゃんとこれから頑張りますね、あの大黒字だと思います、はい、ありがとうございます。
そうですね、このテーマちょっと最後に一つだけ、あの役員報酬ってなかなかお話ししづらい部分あると思うんですけども、ここら辺って例えばその決め方とか、あこういうやり方こうすればよかったみたいなものってありますか？なんかアトライさんすごいオープンにされてますよね、あの社長の役員報酬。あのオープンにしてますね。あの我々は役員、あの常勤の取締役3名なんですけれども、あの、まあ、ステークホルダーへどれだけ結果として価値提供できたかっていうですね、役員報酬のパラメータ決まってまして、ステークホルダーっていうのがクライアントでいわゆる売上で、株主である時価総額で、社員であるですねエンゲージメントスコアで、これあの我々の WeBox っていうサービスでエンゲージメントスコアですね。であとはですね、社員の給料と役員があまりに乖離すると良くないので、社員の平均給与っていうのもこのパラメータに入れ込んで、あの自動計算されるっていうことで、あの決まってますね。私あの いろんなサーベイというか他社の事例調べたんですけど、アトライさんのがなんか一番自分的にしっくりきていて、結構投資先に相談されるとアトライさんの方程式をお伝えしてます。 ありがとうございます。あの株式市場今グロース銘柄すごい厳しいので、あの時価総額が下がることによって普通に私の年収も下がるっていうですね。ありがとうございます。あとアトライさんを見習えということですね。わかりました。はい、すみません。あのそれでしたらですね、ちょっともう一つ実はあのテーマの方をご用意させていただいております。ですね、あのスタートアップのですね、M&A の今度買うの方のちょっとテーマでございます。あのこちらの方もですね、あの実は、サーベイの方左側がですね、あの EXIT の方針ということで、 EXIT の方針もこれあの、まあ、耳にタコですけれども、 EXIT の方針やっぱ日本は IPO がほとんど、あの IPO を希望される方非常に多いという状況になっています。M&A 希望されるところがですね、こちらの方 7% という形になっているんですが、右の方をご覧いただきますと、こちらの方ですね、実はあの過去1年で M&A の買収買いを検討した先さんがですね、実は 11% いるという結果になっております。でまたその下ですね、その会社さんたちはどういうふうになっているかというと、実はランウェイがですね3年以上というのが一番多くなってまして、買うというふうに考えていらっしゃる方は実はあの資金も潤沢にして準備をされているという状況になっています。あともう一つですね、この CXO の方のケイパビリティということで、あの M&A のですねアライアンス経験された CFO の方がですね 44% という方、結構あの多い方々がですねこちらの CFO の、ケイパビリティとして持たれている方、まあ、COO の方は 17% なんですけど、やはり経験をされた方々というのがですね、あの今回サーベイの結果で出ております。あのそれちょっと踏まえましてですね、あのスタートアップのですね M&A の、まあ、買収戦略、実際にまあ今後増えていくのか、その背景とかですね、その際に重要なこと、あとまああの過去うまくいったいかなかったとかですね、あの必要かどうか、そこら辺でですねちょっとお話をぜひお伺いできたらというふうに思っております。あの今度はじゃあ、 あの寺さんからすいません、はい、お願いします。はい、あのこれ私がもともと前職次元という会社で CFO をしていた時に10件ぐらい M&A をやっていたりですとか、あのミダスキャピタル、それからデュアルブリッジキャピタルの投資先もですね相当ロールアップ、あの同業他社の M&A を繰り返していくっていう戦略を、まあ、スタートアップおよびグロース企業としてやってきています。で結論はあのこのスタートアップが買い手となる M&A っていうのは今年から激増すると私は思ってまして、まあ、つい先日もファストドクターさんがメドピアの子会社をですね買収されてましたけれども、あのすごく増えると思ってます。で理由はいくつかあるんですけれども、まあ、一つ先ほどあのサーベイの結果でも出ていた通り、大型の資金調達をして比較的キャッシュポジションに余裕があるスタートアップが特にあのうまくいってる会社ほど多いっていうことと、まあ、その一方で残念ながら日本はタムがすごくちっちゃいですので、それだけの資金調達をして、まあ、広告宣伝費人件費に使っても正直グロースにあんまり効かなくなってきた、あ時価総額数百億円くらいのスタートアップっていうのが多分今増えてると思ってます。でそうするとお金どこに使うべきかっていうと、すでに PL 成り立ってる会社を、まあ、買収してきて PMI をして、よりあの収益を複層化していく、それで企業価値の帳、まあ、尻を合わせていくっていうアクションが、まあ、すごく増えるんだろうなと思っています。ただこれもあのいろんなところ私言ってるんですけれども、多分多くの、スタートアップが買い手となる M&A っていうのは失敗に終わると思います。そもそも M&A ってものすごく危険なコーポレートアクションで、全然知らない会社のことを1ヶ月2ヶ月 DD して全部丸ごと取り込んで事業リスクも組織リスクも引き受けるっていうことなので、まああの一般論的に大体買い手の企業価値を毀損するっていうのがあります。で今スタートアップで M&A の買いが進んでいくと思うんですけども、結構まあ目的化してるというか、お金が余ってるからやってみようみたいな、スタンスの会社は割と多いなっていうふうに思ってまして、まあ、しっかりその先ほどあったような、
M&A の意思決定経験がちゃんとある CFO だったりとか、まあ、株主っていうのが入っていって、まあ、チーム全体としてこの成功率を上げていくっていう試みを、まあ、していく必要があると思いますし、まあ、そうじゃない、M&A っていうのは多分結構失敗するんだろうなと思ってます。あのそういったこう例えば CFO の方とか、まあ、CX 層の方増やしていくにはどうしたらいいんですか。まあ、一番いいのはあの M&A をやっていたっていうとさっきの通り 44% もいるんですけど、多分 44% のうちまともに M&A に意思決定してた人っていうのはほとんどいないと思います。単純に M&A のディールをまあ投資銀行でやっていたとか M&A をしたことがある事業会社の一経営企画担当者だったっていう方がまあほとんどだと思っていて、自分で M&A のバリエーションを決めて PMI をやったことがある、まあ、一気通貫でやったことがある経験者っていうのをどれだけ自社のまあチームに入れていけるかってことだと思います。でそういう人って多分、まあ、投資銀行出身でそれこそ元 CFO の方だったりとか、まあ、事業会社で M&A の部署にいらっしゃって、最初のソーシングからまあ意思決定、その後の PMI までですね一気通貫でやった人っていうのをまあバイネームでも探してきてアトラクトしに行くっていうことに尽きるかなと思います。ありがとうございます。あのこれ長澤さん、メルカリで、まあ、あのいろいろこう買収もされたり、今もまさにあのいろんなこう出資先のところで MA の話なんかも出てきたりとか経営に結構踏み込んだりされてると思うんですけど、いかがですかね、このスタートアップの買収 M&A について今後どうなっていくか、あとポイントみたいなところがあれば。そうですね、あの、まあ、まさに寺澤さんおっしゃったように確実に増えていくっていうのは私も思っていますし、まあ、それは多分そのまあ、この資金調達というかこの、ベンチャー業界に流れ込んでくる資金の効率を上げるという意味でも、まあ、あのめちゃめちゃ理にかなっているというか、やっぱりいろんなところで、まあ、タムもそんなに大きくない中無用な競争を生んでこう叩き合ってみたいなって結構やっぱいろんな領域で出てきていると、まあ、思っていて、まあ、そこが、まあ、今ってこう特にこう上場市場というかグロース市場への上場というのが、まあ、日本のこの上場というのはまた他の国に比べて多少やっぱハードルは低いので、やっぱ上場を目指そうというスタートアップがすごく多い中でエグジットが上場が多いっていうところだと思うんですけど、まあ、なんかそこも変わっていくとは思っていて、やっぱりそのもっと大きな絵を描くという中で M&A のエグジットっていうことも、まあ、経営者のマインドセットとして その選択肢としてあの持ち始めている方も増えてますし、増えるべきだと思っています。でその方があの合わせた時のこう企業価値のこうなんていうんですかね、こうさらに上げていくっていうのをメイクセンスすると思っているので、まあ、そこがやっぱりこう企業家のマインドセットも変わってるし、まあ、そういう意味で この資金効率、まあ、投資家側から見た資金効率も間違いなく上がっていくし、まあ、そこはまあむしろ我々投資家側がある意味こう促していかなきゃいけないっていうなんか責任も負ってるのかなというふうには思ってます。ありがとうございます。あのこれあの野崎さん、アイスペースさんは、まあ、あの買収 MA というのはなかなかない形で進まれてたと思うんですけども、議論として今までこう MA についてこうどうしていくかみたいな話はあったりはされたんですか。あのおっしゃる通りでアイスペース一切 M&A やったことないんですね。でただ実は内部ではあの結構話すことは多いですね。で例えばあの、まあ、自分たちの場合いろんな世界中のサプライヤーから部品買ってるんですけど、宇宙業界のサプライヤーって本当にまだまだ古いんですね。で自分たちで取り込まないとやっぱりスピードが間に追いつかないっていうのがあるので、まあ、いろんなサプライヤーを手に入れたいっていうのは実はあります。あのスペース X なんかも自分たちでタンク作ってますよね。そういうのが非常に大事なんですけど、あのさっき人の話ありましたけれども、結構一番の課題はそれを実際に検討する推進するチームがしっかりいないっていうのがじゃあ一番悩みかもしれなくて、あの一番大事 なんかこう開発そのものとか事業そのものをやってる人はいるんですけど、やっぱり先端を置かないとダメですよね。あのしっかり、まあ、M&A を検討できる人材はそこに張らなくちゃいけないっていうのが実はできてないっていうのがアイスペースのリアルな悩みなのかなと思ってますね。ありがとうございます。鈴木さんもあの、まあまあ、過去その IPO でいろいろ見られてきた会社さんとか、まあ、アトライさんでも結構 JV 組まれたりとかってやられてると思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、あのアトライ自体もですね M&A はあの、まあ、しょっちゅう検討もしていて、ただですね一般的に言われる M&A ってまだやったことないというのが事実です。でこれあの何でかというとですねいくつかあるんですけれども、あのやっぱりこの失敗するだろうなと、これ PMI できないとあの意味がないの で我々ですね何をやってるかというとカルチャーが強い会社というのもあるので、実はゼロからですねあの 100% 子会社でプロバスケットボールチーム作ってですね、先日あの 86% 売却したりだとか、あとはメガバンクさんとですね合弁会社作ったりだとかで、実はですねあのそれ以外のアクションでいくと
あのマイノリティ出資でですね、持ち分法にならない範囲までスタートアップに出資をして、資本業務提携したりとかですね。なのでこの辺あの先ほど、まあ、採用のところでビジョンミッションの共感ってあったと思うんですけど、人を採用する以上に M&A ってもっと難易度高いと思っていて、やっぱり事業戦略上のシナジー以上にですね、カルチャーフィットというか、まあ、あのマネジメントだとかそこで働いている、まあ、メンバーの方々と我々との、まあ、フィット感みたいなですね、まあ、その辺のところを、まあ、あのマイノリティ趣旨でステップを踏みながら徐々に、まあ、進めていくっていうようなことも今やってる最中です。ありがとうございます。これあのスタートアップもまだ若いタイミングの時はですね、なかなか例えばその IB の方たちを引っ張ってくるとかっていうのはなかなか難しいかなというふうには思うんですけれども、比較的そのまあ若いタイミングの時のスタートアップの方々が例えば M&A をされるとかですね、考えられるとか、これについてはどういうふうに考えなられます？これはもうあの、まあ、IB が云々とかっていうのはすごいテクニカルな話だと思ってまして、別に投資銀行出身者がいなくても M&A なんていくらでもできます。なぜなら投資銀行別に使えばいいだけなので、もしくはそういう FA を使えばいいだけなの で重要なのはやっぱり社長経営者が持ってるあるべき姿っていうのがどれぐらいクリアかっていうことだと思います。まあ、M&A って決して目的ではなくて、目的達成するための手段であって、何のための手段かっていうと、まあ、あるべき姿がこうあって、まあ、3年後とか5年後に実現したいなっていう自社のこう自画像と、まあ、今の姿、そこに必ずギャップがあって、そのギャップっていうのは、まあ、顧客資産だったりとかユーザーのプラットフォームだったりとか、もしくは場合によってはタレントだったりすると思うんですけども、そのギャップをフィルするため、埋めるためのコーポレートアクションが M&A なので、すごく経営戦略の解像度が高い経営者の方であれば、目の前に M&A の売り案件が出てきたときに、それが喉から手が出るほど欲しいのか、まあ、ちょっとよく分かんないのかっていうのは多分クリアに意思決定ができるはずなので、まずは3年後とか5年後の自分たちのありたい姿っていうのをすごく解像度を高めていく。でもう目の前に出てきたら何が何でも欲しいっていう会社をできるだけ具体的にイメージしておくと、まあ、結局あの出会いなので M&A って、何か目の前にそういう機会があった時に捉えられる可能性は高いと思います。まあ、一つだけ手前味噌ですけども、我々の投資先のジェンダっていう会社は設立3年目、売上がまだ10億円弱、営業損失だった時に売上400億円、営業利益、まあ、コロナの前で30億円出ていたゲームセンターの会社をセガサミー様からあの買収させていただいたんですけれども、これ意思決定まで本当に数週間でやりました。でなんでかっていうと、やっぱりあのジェンダの会長の片岡さんっていうトップの方がいらっしゃるんですけれども、まあ、片岡さんがずっと自分たちのありたい姿、そのありたい姿に到達するまでに必要な要素っていうのをものすごく具体的にイメージしていたので、まあ、目の前にそういう機会が訪れた時にもう絶対やりたいと、でやるための方法を探そうってことでファイナンスを、まあ、銀行さんからつけていただいたりとか、我々からエクイティ出したりってことをできたので、まあ、それがすごく大事なことで、まあ、具体的にそのソーシングどうやるとかデューデリどうやるとかっていうのはいろんな外部の知見を、まあ、聞きながら巻き込みながら進めていけばいいだけかなとは思います。ありがとうございます。あのそういう意味ではあれですね、あの、まあ、処遇報酬処遇のところもそうですし、人材のところもそうですし、 M&A もそうですし、まあ、あのやっぱりこうビジョンを明確にクリアにこう先に読む経営をしっかりとしていくということが、まあ、重要だということですね。あのぜひあのここにいる企業家の皆さんもですね、あの今のお話のところをあのぜひ、まあ、あの持ち帰っていただけたらというふうに思っております。あのそれでしたらですね、あの時間の方あのだいぶ参ってまいりましたので、最後にあの一言ずつですね、あの起業家の方、スタートアップの方にですね、あのエールを送る形で簡単にあの お話をいただけたらと、お一方ずつお話いただけたらと思います。あ、じゃあ鈴さんから。あ、本日ありがとうございました。あのこのような形でですね、いろんなその情報共有があの、まあ、促進していくことってすごいいいことだと思います。ただですね、やっぱりその IPO とか M&A とかですね、やっぱりいろんな事例をもとに分析するのって非常に重要だと思いますし、インプットは重要だと思うんですけど、最終的にやっぱりその会社ごとのオリジナリティというかですね、まあ、そういった要素って非常に重要ですし、まあ、こと IPO に関して言えばですね、その数年前と株式市場の環境、特にあの成長銘柄を取り巻く環境って非常に変わってますので、まあ、そういった変化を前提にですね、今自分の会社がどういうその選択をするべきなのかみたいなことは考えていただくといいのかなと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございます。あのそれでしたら、次あのありがとうございます。失礼します。あの並び順で野崎さん、すいません、次ちょっと連れててすいません。はい、はい、あのありがとうございました。今日すごいあの初めてあの会場来たんですけど、人も多くて、あの若い方々も多くて、すごい熱気を感じてですね、いやすごいなと思いました。あの私個人的に思っていることありまして、まあ、よく言われてますけど、
スタートアップやるのに最高な時代かなと思います。多分長い世界の中でこう100年に1回ぐらいですね、やっぱり大きく変わるタイミングってあると思うんですけど、特に私なんか宇宙業界やってて、本当にこのタイミングに生まれてきてちょうど宇宙やるタイミングだなと思ってますので、おそらくそういう業界いろいろあると思うんですよね。いろいろとしんどいこととかあると思うんですけど、当社の一つビジョンっていうか、ウェイですね、で一つGo Beyond Conventionってありまして、常識化にとらわれるなっていうのがあるんですけど、私自身も証券時代にいた考えたこととかですね、全然そういう常識では考えられないことがどんどん起きてそれを実行してきましたので、ぜひそういうことを皆さんも一緒にやっていけたらなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。長澤さんお願いします。はい、本日はありがとうございました。私はですね、25年ぐらい前に実は社会人になってるんですけど、当時ってやっぱスタートアップにこう入るって選択肢ってあんまりなくてですね、そんなにこう普通のキャリアパスじゃなかったっていう当時はですねと思っていて、で僕がベンチャー業界に、さらに10年ぐらい前で、その時から比べてもやっぱりこうスタートアップに入ってくる方々、特に若い方々のなんていうんですかね、この能力とかクオリティがものすごく格段にやっぱ上がってるっていうのはなんかすごく心強いなっていうのを常にこう思っているので、なんかスタートアップでを選ぶということが、今のこう若い方々の選択肢に普通に入ってきて、でそこで活躍して、でそこでアップサイドもあってっていうことが、普通にこう出てくる世の中になってきたということを嬉しく思ってますし、僕自身今こういう VC をやってて、こういう、若い方々をサポートするということは自分の、生涯のこう目標としてやっていきたいなというふうに思ってますので、はい、またどこかで皆さんとお会いできるタイミングもあるかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。寺さんお願いします。はい、ありがとうございました。シードアリーメインのですね VC をやっておりますので、特に M&A をこうコーポレートアクションの一つとして非連続なグロースを目指されているスタートアップの方、ぜひお話しさせていただければと思います。それから我々ベンチャーキャピタルとして昨年立ち上げたばっかりで、まだまだ新しい組織、VC のスタートアップなので、採用をめちゃくちゃしてますんで、キャピタリストの方ぜひ転職をお考えでしたらお気軽にお声掛けください。それから事業会社の皆さんもですね、いろんな面で、我々の投資先と事業連携しうる部分があるかなと思いますので、加えて転職も大歓迎ですので、投資先企画者でいろんな経営ポジションありますので、ご興味あればぜひ お声掛けいただければと思います。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではお時間になりましたね。最後にパネリストの皆様に拍手の方を最後お願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。それではですね、今回のセッション終わらせさせていただきます。ありがとうございました。来年ぜひスタートアップサーベイ皆さんご参加いただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。